大福大福は、小豆でできた餡を餅で包んだ和菓子の一種。大福餅とも。餅はきめ細かく疲れているものを使い、餡の量は餅と同量以上であることが多い。食用の粉をまぶしてあることも多い。餅に豆やヨモギを加えたものや、餡の代わりにイチゴやカスタードクリームを入れたものなど様々なバリエーションが存在する。そのまま食べることが多いが、 好みによって焼いたり、汁粉に入れたりする。大福を自宅で作る際は、餅に砂糖を混ぜておくと固くなりにくい。工場で生産され、流通経路を介して販売される製品も、同様の傾向がある。江戸時代初期に生まれたうずら餅が、明和8年に、江戸、小石川の未亡人により、小型化され、んに砂糖を加えたものが、始まりとされる。腹餅が良いことから、 原田餅、大福餅の名で大いに広まった。完成の改革時には、行商が焼きながら売り歩く熱い大福が流行した。大福とは、大福を吉次に変えた呼び方とも、餅を大福長者に見立てた、小型とも言う。当初は焼いたものを、大福餅、焼いていないものは、生のあん餅と呼んでいた。また、餅饅頭とも呼ばれていた。18世紀末頃には、 甘いあんも見られるようになったが、当時は、砂糖は贅沢品であり、その後、明治、大正期にかけて塩あんの大福餅も広く売られていた。豆大福大福、よもぎ大福、ぶどう大福。ありがとうございます。